家の中では気が回るんですよ。気には3種類、これを覚えておいてください。大気、水気、殺気って、この気には3つあるわけです。大気、水気、殺気で、僕らの運気を分けてくれるのはこの大気しかないんですよ。感じてたら分かるでしょ。とても運気を上げてくれるように見えないでしょ、この2つ。とにかくこの大気というやつが僕らの運気を上げてくれるのはこの大気だけ。そしてこの大気というのはどこから入ってくるかというと、玄関から入ってくるということです。だから玄関が汚い人はこの大気さえ入ってこないわけです。そして玄関が綺麗な家はこの大気というやつが家の中に入ってきますけども、その気というのは障害物があると回らないんですよ。家の中は気が回らなければならない。でもその気を妨げるものが皆さんの家にはたくさん置いてあるがゆえに気が回らないんですよ。朝起きた時に一番初めにしなければいけないことは何かというと、窓を全開にすることです。窓を全開にして気の流れを良くするということです。だからその気の流れを良くするのにいろんなものがいっぱい置いてあると気が流れないわけですから、とにかく手放していってほしいわけです。僕としてはじゃん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 手放していく。そしてこの水気、この漢字をね見てお分かりのように、僕らの気を衰退させていくのが水気というやつです。そしてこの水気というのは一体何かというと、皆さんの家の中にあるものから発せられるマイナス感情波動だということです。例えば僕はもうこれ1ヶ月っていうふうに限定してますけれども、例えば皆さんの家の中にあるもの、例えば洋服、皆さんの家の中には洋服がたくさんありますね。でもその洋服ダンスから皆さんは今日その洋服を選んできたということは、皆さんの家には中にある洋服の中で一番お気に入りのこれ以上ない最上級の洋服を皆さんは今日着てきてるわけですよ。違うんですか？お気に入りだからそれ着てきたんじゃないんですか？お気に入りです。お気に入りですよね。そのピンクのカーディガンね、好きですよ。一番手前にあったから。ダメです、そういうの。そういうのは運気を悪くするんですよ。お気に入りしか着ないんですよ。今すごいショックを受けてるんですよ、その洋服は。あ、そうか。すっごいショック受けてますよ。いつもありがとうございます。遅い。怪しい話ですけど、物には魂が絶対的に宿るわけですよ。そしてその洋服にももちろん魂ってやつがあるわけです。で今皆さんが着てらっしゃる洋服というのは皆さんのローテーションの中に入ってるわけですよ。一軍に入ってるわけです。ヘビーローテーションの中のね。もういつもいつもだって、しょっちゅうありますけど、一日おきに着てるじゃないですか、そのピンクのカーディガン。うん、はい、でも今日初めて会ったんですよ。今天然だってことは初めて分かりました。だから皆さんが今日着ている洋服というのはお気に入りの洋服を着ていて、それがローテーションで、いつも着ている。でもいつかそのピンクのカーディガンも着ない時が来るでしょ。必ず着ない時が来ますよね。そうすると洋服ダンスの奥の方に行くわけですよ。今はいいですよ、一軍でもうバリバリ着られてもうお気に入り。娘の際着てない。今宇宙で一番いらない情報ですよ。だからね、お気に入りローテーションですけど、いつかローテーションから外れる時が来る。そのローテーションから外れた時に、例えば、1ヶ月間それを洋服を着なかったした時に、その洋服は絶対的に思いますよ。例えばご結婚されてるんですか？いや、家でいうかしてました。あ、してました。今彼氏はいるんですか？いません。もし彼氏ができたとする、ラブリーな彼氏が、そのラブリーな彼氏から1ヶ月間連絡が来なかったらどう思いますか？どうしたんだろう。いや、怒るでしょう。怒んないですか？1ヶ月間放置されても怒んないんですか？おかしいですね。聞いた僕が間違ってました。ヤングマンに聞く。1ヶ月間ラブリーな彼氏から連絡来なかったらどう思いますか？怒りますよね。激怒しますよね。だからこの水気というのは何かというと、皆さんが1ヶ月間放置したものですよ。要するにマイナス感情波動、どうして私を着てくれないのっていうマイナス感情波動ですよ。だから皆さんの家の中にあるものというのはみんな魂が入っていて、使われることを
識として喜んでいくわけですよ。その持ち主に対して役に立っているって。ですけど皆さんが1ヶ月間放置してみたら悲しいですよね。どうして私を使ってくれないんだろうって、どうして私のこと来てくれないんだろうって、それがマイナス感情波動としてその持ち主に向いてくるわけですよ。だって皆さんが着てない洋服なんか家の中に無限にあるわけでしょ。10着も20着も30着も100着も1000着もあるわけでしょ。それがだからどうして私を着てくれないのっていう、そのマイナス感情波動が大量に来るわけですよ。だからこれが不幸を呼び病気になっていくっていう原因の一つでもあるわけですね。そして一番最後の殺気、この殺気というのは何かというと1年間放置したものです。1年間放置するとどうでしょうか。お姉様、ラブリーな彼氏から1年間放置されました。刺しに行きますね。もう最高の答えですよ。もうそれなんじゃない。打ち合わせしといてよかった。刺しに行きますよね。だからそれが殺気なんですよ。だから皆さんの家の中にある1年以上手をつけてないものを許せないって。昔はあんなに激しく私のことを抱いてくれたのにって。あの今日は霜入れてもいい日ですか。いいんですか。うなずきすぎですね。本当にこれはもう1年間、だって皆さんの家の中には絶対ありますよ、1年以上 手つかずのものってたくさん。それはみんな皆さんに向けてふざけるな、許せないっていうマイナス感情波動が皆さんに向かってくる。これね結構ね体にくるんですよ。朝起きた時、多分ほとんどの人はしんどいと思う。朝起きた時このしんどさっていうのは本当に家の中にあるものですよ。家の中にあって手つかずのものから自分に向かってくるマイナス感情波動。だからこれを減らしていくと、まず朝の寝起きが全く違います。もう別物になりますよ。まあ今ね寝る話をしたんでちょっと寝室の話をしますけど、寝室の中で、絶対的に相性が悪いのは本棚と洋服ダンスなんですよ。もし寝室の中に洋服ダンスと寝室が、洋服ダンスと、本棚があるのであれば、どかすか違う部屋で寝るかちょっと考えた方がいいですね。きっとこの中にいるはずですよ、洋服ダンスもしくは、洋服ダンス本棚がある方が。なんでかというと、その洋服ダンスの中には皆さんが全く着なくなってしまった洋服がたくさん入っている。そして本もそうですね、本も読まないのにずっと放置してある本、そこに囲まれてるわけですよ。だからどうして私を読んでくれないの、どうして私を着てくれないのというマイナス感情波動の中に寝ているわけですから、寝つきも悪くなり、朝起きた時眠りも浅く、朝起きた時しんどいっていう状態になるわけです。だからこれがなくなった状態で寝るともう全く違いますよ。僕は驚きましたね。寝起きが全く違う、それから眠りの深さが違う。だから先ほどの、部屋もありましたけれども、あの主人公はこの部屋で寝てるわけですけど、絶対的にしんどいですよ。めっちゃ囲まれてるじゃないですか。多分これ本だと思いますけどもね。だからこんなとこで寝てたら絶対的に、まあ運気も上がってこないし体調も悪くしていく、まあ、いいことは何一つない部屋ですね、これはね。でもこうゴミとか散乱してるわけですね。もうこういうのはもう運気上げるとかそういう以前の問題になってきますね、こういうのはね。